グーシュエツヨン中心部、アロンシェブートの脇にある歴史的多くの木。この木がよくグーシュエツヨンの目印になり、自治体のシンボルともなっている。グーシュエツヨンの位は、ユダヤサマリア地区に設けられた、ユダヤ人入植地の集合体の一つであり、ベツレヘムとヘブロンの間、海抜約950メートルに位置している。近代において、この地へのユダヤ人の定住は、1927年、 居住地、ミグダルエデルの開拓に始まったが、嘆きの壁事件を通して居住者たちはこの地を、知りかねばならなくなった。1932年、当地のアラブ人たちから、ヘブローン山の多くの土地を買い取ったシュムエルツビー、ホルツマンを創始者とするエルハハル社によって、二度目の定住が試みられる。 しかしこの試みも1936から1939パレスチナのアラブ人大反乱によって失敗に終わった。三度目の試みは、クブザット・アブラハムのメンバーがキブツクファルエツヨンを建てた1943年であった。1947年までの間に、さらにマシュオット・イツハク、エン・ツリーム、レバディームの三つの居住地が建てられた。 独立戦争時、アラブ人たちは、これらの居住区に対し、工場船の包囲網を張り、彼らへの物資供給路を断ってしまった。居住者たちは、抵抗を試み、数度にわたって、強化護衛隊、ナビーダニエル護衛隊、そして35部隊の援軍が彼らに派遣された。空手越四の戦死者たちの葬儀。1950年、エルサレム。 ユダヤ歴5708年イヤールの月第4日の木曜日国家独立宣言のたった1日前にクファルエツヨンは滅ぼされてしまった。防衛軍の数多く、キブツインたち、パルマッハ軍の兵士たち、そしてヒッシュ軍の兵士たちが戦場のうちで亡くなっていった。生存者たちはアラブレギオンの正規軍に降伏した後、アラブレギオンの兵士たちや、 当地のアラブ人たちによって虐殺され、たった4人の逃げ延びた、兵士以外は皆殺しにされてしまった。残りの3つの器物は降伏し、防衛者たちはヨルダンの国防軍捕虜キャンプへと送還された。この地域はヨルダン当地下に移り、これら居住地はほぼ完全に破壊し尽くされ、そこにヨルダン軍基地が建てられ、マシオット逸ク廃墟の上には難民キャンプが建てられた。 いくつかの居住地は、イスラエルの違う場所を選んで再建された。ホフ・ハカルメルのニール・エツヨン、シャピール自治区のマシュオット・イツハクやエンツリーム、ヨアブ自治区の器物レバディームなどが例として挙げられる。1967年の6日戦争後にこの地域が、イスラエル統治下に戻ったとき、1948年。 以前のクファルエツヨンの居住者たちの第二世代が奇物、クファルエツヨンを再建することになる。永遠ツリームやアレバディームの廃墟の上には、奇物老種ツリームが建設される。ユダヤ歴5760年、マシオットイツハクへ三度目の移住が始まり、マシオットイツハク廃墟の近くには、バッドアインが建てられた。百六十九年には、居住チアロンシェブートが建てられ、 イエシェバット、ハルエツヨンのラビア、弟子たちが住むことになる。それから、今日までの間に、この地域にはさらに14の居住地が建てられている。地域内の居住区のほとんどが、グーシュエツヨン自治区に所属している。居住地のエフラット、ベータルイリートはそれぞれ地域自治区、市という形態をとっている。グーシュエツヨンのシンボルは、地域の中心に孤立している、大クキであり、 1967年以前より、見捨てられた、居住地の場所を指し示すために、常にこの木を見張ってきたという歴史がある。この多く木に由来して、この居住区は、アロンシェブートと呼ばれている。グーシュエツヨンの東側には、イスラエルの地のローマ統治時代に、ヘロデ大王の手によって建てられた、人工丘の上の非常に壮麗で堅固な古代都市の、遺物である。 ヘロディウム山がある。地域の中央には、グーシュエツヨンジャンクションがあり、国道6 0号線を通じて、グーシュエツヨンの居住区同士を連絡している。ありがとうございます。